皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。グランツリスモ7の時間です。ということで、前回のアップデートで新しく追加された3台、もう皆さんは全て購入されましたか？私はまだ途中なんですが、今日は購入前に新しくレクサス LC500 にエンジンスワップができるようになったと聞いて、早速今日試してみたいと思います。完全ノーマル仕様の LC500 にエンジンスワップして魔改造したら一体どんなエンジン音になるのか、そして最高速度は一体どうなるのかというのを今日確かめていきたいと思います。この車はレクサスの最高峰 LFA なんですけども、一応ニュルブルクリンクパッケージのような仕様に仕上げております。今日はこちらの車には乗りませんが、もう一つの最高峰 LC500 に乗って今日一日楽しんでいきたいと思いますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。それではまずレクサス LC500 のノーマルのエンジン音を聞いてみましょう。すごいですね。ノーマルでこんな音するんですか？しかも左ハンドル仕様LFA は右だったけど、こちらの LC500 は左ハンドル仕様ですね。近くで音を聞いたことがないのでわからないんですけども、結構すごい音するんですね。ノーマルで重厚感のある少しやんちゃな音というか、すごいやん LC500。 結構いい音しますね。まあ LFA に比べてしまうとちょっとあれですけども、 LC500 かっこいいやんこれね。これのコンバーチブルとかめちゃくちゃかっこいいですよね。あのレクサスブルーかなんかのね、あれ限定車だっけ、あれ見ましたけども、すごいかっこよかったですよね。ではこちらの車、まずノーマルで一度走ってみたいと思います。それではサーキットへレッツゴー。それではまず完全ノーマルで LC500 を走らせてみましょう。これね、確か記憶が正しければ10速かそれぐらいまで入りますよね。となると魔改造をしたらトップスピードチャレンジめちゃくちゃ面白いことになるんじゃないかと、そんな思いがあります。では早速音を聞いてみたいと思います。ノーマルでもやっぱりいい音しますね。そしてどうでしょうかこれ。あ、結構いい感じ。あ、すげえやっぱ10速までいきますねこれね。すごい、こんなん使うことあります？10速もこれ、アウトバーンとか走行しない限りなかなかないと思うんですけどね。すごいなこれ10速って。途中船の汽笛が邪魔をしてきましたけども、まあまあ良かったですよね。それではまず GT オートでエンジンスワップからしていきたいと思います。まずは3000万円ということで LS7 のエンジンを積むことができます。排気量は4968から7816、約5000から8000にパワーアップということになりますね。では一度こちらの方を試してみたいと思います。考えても当たっとるんよな。すいません、これ画面
画面ってこれ黒くなるんですか、これ。あれ、これバグ。え、ちょっと待って、今一番かっこいいところ見れんかったんやけど、いつから画面消えるようになりました、これ。これバグかな。ちょっとまた別の車でやってみましょうかね、なんか安いエンジンスワップをね。はい、ちなみにワイドボディキットを施工すると特に変わりはない。あ、まあこれは入れない方がいいですね。はい、なんとなくワイドボディ入れない方がいいです。では一度カスタムパーツどんなものがあるか見てみましょう。残念やな、さっきのエンジン吹かしてるとこ見たかったな。はい、フロント、まあ、特にこれはね、もういじらなくてもいいような気はしますけど、まあ少しやっててもいいかなという感じはありますけどね。サイド完全ノーマルでもいいかなと思っております。まあそこまでね、そこまでバチバチにする必要ないけど、まあ A ぐらいやっておきましょうか。なんとなく A は少し好みだったので A だけちょっとやっていこうかなと思います。少しね、少しボリュームアップですよね。はい、あとレーシングアイテムとか特にすることはありませんし、ブレーキ、キャリパー、ライトバルブも特に変更はなくていいです。はい、では後でブレーキキャリパー色変えてもいいですけども、一旦ですねこのノーマルで走ってみたいと思いますよ。それではエンジンスワップ後の LC500 完全ノーマルで一度音を聞いてみましょう。素晴らしい音に変わりましたね。これもうエンジンスワップ後ノーマルでもいいやんっていうレベルなんですけど、美しい音色だ。素晴らしい音色でしたね。では今からこのレクサス LC500 を完全魔改造していきたいと思います。まずはアルティメットパーツ。お、あーすごいすごい、ターボチャージャー超高回転型つきますね。ではこちらの方からいろいろカスタムしていきたいと思います。まあ、もちろんこれはつけますよね、超高回転型はつける、これが当然でございます。カーボンプロペルシャフトも入れましょう。軽量化もこれいきなりできた。軽量化5で3000万円すげえ、めっちゃ軽くなるやん。うわすげえわ、一気に600キロも軽くなる。すごいな、すごすぎるなこれ。でもこれ購入できませんよね。あれ、1から順にやっていかないとできないじゃなかったっけ。これいけるのか。これでもう 1,2,3,4 買わなくても済んだから、結局こっちの方がお金的には得なのかな。では今からさらなる魔改造をやっていきたいと思います。もちろんカーボンセラミックブレーキはいるでしょう。多分ね、すごいですよ。もうすでに軽量化で3000万使ってますから、もうこれで車の値段超えましたからね。エンジンスワップしたから、このレーシングマフラーとかもうすでに購入済みになってましたね。なので、あとはレーシングブレーキパッドであったりとか、まあ、フルカスタマイズサスペンション、そしてレーシングクラッチ&ホイール、こういったところですね。こういったところをさらに強化いたしました。それではですね、もともとの LS7 のエンジンが素晴らしいエンジンでしたので、そこまでいじる必要はありませんでした。総排気量は変わっておりません、ほぼ 8000cc、 そして車両重量は 1321kg まで軽くなりました。最高出力は1250馬力ということで、パワーウェイトレシオは 1.05、 ほぼほぼハイパーカーですね。いやすごいですね、改造費はまあ5000万ぐらいですかね。すごい車になりました。さあ素晴らしい車がここに誕生しました、レクサス LC500。 エンジンは LS7 のエンジンを積んで、総排気量は約 8000cc、 そして最高出力は1250馬力。素晴らしいほどの LC500 が今この世に誕生しました。では今からですね、こちらの車のエンジン音を聞いてトップスピードチャレンジしてみたいと思います。スリップストリームなどは一切使わず、そしてナイトロも使わず、完全な実力だけのトップスピード、一体何キロになるのか。カーボンセラミックブレーキとレッドブレーキキャリパーがかっこいいですよね。では早速エンジンスタート音から聞いてみたいと思います。
LC500 のエンジン音とは思えませんね。素晴らしいやん。ちなみに参考までに LFA はこんな感じの音になります。LFA もやっぱりいい音ですよね。それではラスト、 LS7 のエンジンをスワップしてさらにカスタムし超高回転ターボを入れてみました。それでは走ってみたいと思います。なるほど、一応0100仕様ではなく最高速仕様に仕上げておりますので、これで400キロ近くは出たのかな、350から400の間だったと思いますけども、速い、これは速い。これにスリップストリームつけてナイトロつけたら多分600キロ近くいくんじゃない、これ500以上は出るだろうと。やっぱ早いね。皆さんお疲れ様でした。サクの部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。ということで、こんな素晴らしい車なんで今まで乗らなかったんだろう。もっと早めに乗っていればよかった。いや、よかったですね。 LC500、 LS7 のエンジンスワップしたら素晴らしい音になってくれました。おまけに超高回転ターボで、もうノーアルタカは爪を隠すじゃないですけども、さらにカスタムしたらね、素晴らしい速度を出してくれそうですよね。ただ一つ心残りなのは、エンジンスワップして7速までになってしまったことですね。これノーマルのままカスタムしたところで10速をフルに使えるなんてことないですよね。なかなかどうやったらあの10速さらに振り切ることができるんでしょうかね。おそらくギア比いじるしかないでしょうけど、そうなると最高速がな、なんかちょっとそういうのいろいろ考えたりしますので、一度また LC500 ノーマルで1台買ってみて、そういった検証もしてみようかなとちょっと思いました。はい、ということで今日はですね、この LC500 早速魔改造してみましたけども、素晴らしく速い車が誕生しました。そして LC500 LFA のエンジン音に匹敵するかのようなエンジン音になるかと思ったけど、さすがに匹敵まではいかなかったかな。 LFA やっぱりすごいですね。天使の方向です。まあ、この車もね、素晴らしいエンジンを奏でてくれましたけども、まあ、こういった形でいろんな車のカスタムとか、またご紹介など、そしてたまにはレースもしますので、ぜひ今後ともご視聴よろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。素敵なゴールデンウィークをお楽しみください。新作の部屋のサクでした。